ヨハン・ハルト・ビヒエルンストフォン・ベルンシュトルフ伯爵は、デンマーク・ノルウェーの政治家。神聖ローマ帝国出身で、メクレンブルクのベルンシュトルフ家の一員。ハノーファー選定校の自重であるヨアヒム・エンゲルケフォン、ベルンシュトルフ男爵の息子として、1712年5月13日に生まれた。母方の祖父は、ジョージ一世の重臣・アンドレアス・ゴットリープ・フォン、ベルンシュトルフであり、 彼の監督によりヨハンは良い教育を受け、フランス語などを上手に使えたことで後に頭角を表した。クリスチャン6世の知性で国務大臣を務めたプレスセン兄弟の紹介により、デンマーク政界に入った後、1732年にドレスデンの宮廷への外交施設団の一員として派遣された。1738年以降はホルシュタイン公国代表として、 レーゲンスブルクの永続的帝国議会に出席1744年から1750年までパリ駐在デンマーク大使を務めた後1754年にデンマークに戻り外務大臣に就任した以降はフレデリク5世とその長身エーダムゴトロプモルト家からの指示を受け21年もの間デンマーク政府の最高位に止まり続けた ベルンシュトルフの主な関心事は外交だった。大北方戦争を終結させた1721年のニスタット条約により、デンマークはシュレースビヒ公国のホルシュタインゴットルプ家領を併合していたが、さらにホルシュタイン公国のホルシュタインゴットルプ家領の併合も目指した。そのうちスウェーデン分家のアドルフ・フレドリクとは1750年の領土交換で合意したが、 本家のピョートル・ヒョードロビチとは合意できなかった。この領土問題は北ヨーロッパの勢力均衡にも影響しており、特にロシアがバルト海の派遣国になり、ゴットルプ家を支援している状況では、なおさらだった。スウェーデンもデンマークも優れた、政治家の間では二国間の関係改善が急務と認識していたが、責任がある状態では難しく、ゴットルプ家がデンマークを嫌っていることで、 問題はさらに複雑になった。ベルンシュトルフは弱体化したスウェーデンとの同盟を選び、コロコロと変わる国際情勢の中で戦争を回避した。彼はプロイセン王国との援助条約があるにもかかわらず7年戦争で中立に留まり、1757年9月10日のクローステル・ツェイベン協定も仲介した。さらに1758年5月4日には、 フランス王国と条約を締結、デンマークが軍勢2万4000をホルシュタインに配置して、ハンブルク、リューベック、ホルシュタインのゴットルプッケ領を侵攻から守る代償として、フランスとオーストリアがデンマークとピオトルの領土交換を支持するとした。しかし、ピオトルがピオトル三世としてロシア皇帝に即位してしまったため、オーストリアは慌てて条約を取り消した。 ピョートル三世は即位すると、早速デンマークに宣戦線復刻したが、ベルンシュトルフは、ピョートル三世の最後通帳を跳ねつけ、最後までシュレースビヒを守るとした。ロシア軍は、進軍を続け、デンマーク軍に遭遇する寸前となったが、その矢先にピョートル三世が妻にり排位された知らせが届いた。七年戦争の後、ベルンシュトルフは、フランス王の無能を見抜いて、 1765年にロシアとの同盟に切り替えた。ロシアとの同盟では両国ともスウェーデン憲法を保障する代償として、女帝エカチェリーナ2世がホルシュタインのゴットルプテ領をオールデンブルク伯領とデルメンホルスト伯領と交換した。同盟締結の功績により、ベルンシュトルフは伯爵に除された。1766年にクリスチャン7世が即位すると、 ベルンシュトルフは外国人ユグルなどの中傷にさらされた。ブリタニカ百科事典第11班ではこれらの中傷が全くの虚構に基づくとしたが、ベルンシュトルフが在任期間を通してデンマーク語を学ばなかったとも記述した。1769年12月13日にロシアと条約を締結し、スウェーデンの憲法改正が改選自由になると定めたことが、 ベルンシュトルフ最後の功績になり、翌年の1770年9月13日に、ヨハンフリードリヒストルーエンセの陰謀により失脚した。その後は、エカジェリーナ2世の昇兵を拒否して、ドイツの領地に戻り、1772年2月18日に死去した。ダンネブロ勲章を授与された時、 モットーをインテグリタスイレクタムカストーディンとミートしたが、ブリタニカ百科辞典第11版はベルンシュトルフが生涯を通じて、それを守り通したと評価した。ありがとうございます。